はい、どうも、大キャノンです。はい、今日はですね、はい、この新春フェアの動画1000回以上再生ありがとうございます。はい、その新春フェアで購入してきた福袋、はい、開封をしたいなと思いますので、お付き合いください。何これやばい、ハサミがいる。はい、ちょっとハサミ取ってきました。もうこれ切らないと開けれなかった。はい、というわけで開けていきたいなと思いますが、こちらにね、さあ入っております。まずはじゃじゃじゃーん、来ました、3連覇杉本裕太郎選手の書いた3連覇を印刷されたエマ。いやー、これなんか掲げてくればなんか、はい、そして、おお、すごい、これブルベルの、ほら、すごいです、これ、はい。ブルベルのうさぎ年のタオル。かわいい。いいですね。これなんか使おうかな。後ろに貼っとこうかな。ちょっと袋に乗るかな。袋に、はい、お袋に行こう。すごい、何これ、え、グラス、お、すごい、これサングラスですか。ハサミ、あべ、ハサミ一回気づけちゃった。はい、おお、いいですね。っていう感じで、あとは、お、バリしびれた。待てよ、俺、ちょっと待って、これ持ってるかもしれない。持ってるやつかもしれません。バリしびれた。おお、夏の陣、夏の陣の T シャツ、あ、これ持ってますね。ちょっと持ってるの多いじゃん。あ、てん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 、ダオーの我がスイングに一片の悔いなし。柿の種が入ってます、オリックスの。すごい、柿の種2個、何これ、柿の種が2個入ってます。はい、これで夜の晩酌、まあ酒飲みませんがバッチリということで、どうですか。やばいね、はい。そして、お、これは T ちゃうわ、ロン T か、これは持ってない。あ、ロン T ですね。あ、でもいい感じですね、これ。なんか灰色で、あ、いい、はい、デザイン的にもすごいし。はい、というわけで福袋これにて終了ということで、はい、まあちょっと持ってるものも入ってましたが、なんとか福袋ねゲットしたので、これをねまた来年の応援に生かしていきたいなと思いますが、あの、もしよかったらどうでしょう、ちょっともしかしたらプレゼント企画するかもしれません、持ってるやつが入ってたので。はい、というわけでね、ただ新春フェア本当に楽しかったので、これがでもめちゃくちゃ可愛い、これめっちゃいい、これ絶対使える、なので
満足だったと思います。はい、ではでは、また皆さん次の動画でお会いしましょう。今年もよろしくお願いします。